ンカラピンカラでスペシャルゲストを呼んでみたいと思います。もうモノマネ界の大先輩でございまして、ノブ&フッキーのフッキーさんでございます。お、何ですかねこの曲は。どうも船越英一郎です。好きな曜日は火曜、好きなドラマはサスペンス、好きなお菓子はうまい棒、嫌いな棒は祭り棒です。そこそこの反応ありがとうございます。所沢じゃなくて反応ありがとうございます。そんなことでいらっしゃいまして、ありがとうございます。どうもノブ&フッキーのフッキーです。よろしくお願いします。いや、今回シークレットゲストっていうことでね、はい、ポスターも作っていただいて、ね、なんか薄々みんながバレてたみたいで。そうですか。あとなんかあのシルエットが、はい、ノブ&フッキーの堀内孝雄じゃないかっていう。そう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 。なんかあっち育三さんのところにも友達からツイッターで来たって言ってました、はい、あ、マジですか。はい、俺のところでも3人ぐらいバレてました。でも自分のツイッターで僕宣伝してくれればいいんですけど、うん、あ、俺も見に行っちゃおうかな、あ、出ちゃおうかなとかって書いてるんで。もう感づいてる人が結構いたんで。バレてます、はい、そうなんですよね、はい、今日はね、気合い入れてね、ちょっと僕も、はい、モノマネをちょっとやってみようかなと思うんですけど、よろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、まあ、拍手が来なくてもやる予定だったんですけども、はい、頑張らないといけないですよ。で、何やろうかなと思ったんですけど、はい、最近フッキーチャンネルっていうのをね、 YouTube やってますから、 YouTube やってるんですけども、皆さん調べていただいて読者登録を、はい、そう、一つ、あ、読者登録はね、じゃなくてチャンネル登録ね、チャンネル登録ですね、お願いします。家庭でもなんかブーイングがあったという、フッキーさんの申し訳流してたらですね、うん、娘がキャー、パパやめてフッキーさん気持ち悪いって言って、ね、すごいです、はい、何歳だっけ。今度4歳なんですけど、そこまでちゃんと語れるようになったんですね、はい、安心しました、はい、育てて方が良かったと思う。でもすぐで電話しましたね僕ね、うんうん、それやってくださいって、はいはい、なんでせっかくなんでそれをちょっとやってみようかなと思います。はい、やっぱりね、鬼滅の刃、はい、グレンゲ、この人でお送りします。野口五郎さん、よろしくどうぞ。咲き誇れ運命を照らして、照らして五郎です。ちょっとね、はい、野口五郎さん、はい、もうビブラートが癖強いですよね。そうですね、名曲、数あるいろんな名曲を、うん、いくらカバーしても野口五郎さんが歌うと、はい、台無しになってしまうというですね、はい、五郎さんごめんなさい、見てたらごめんなさい。いや本当ですよ、一番俺いろいろ試して、はい、ダメだったのがあったんですよ。はい、何ですか。安室奈美恵さんの、はい、Can You Celebrate、 名曲じゃないですか。いい曲ですよね、はい、これもジーンと安室さん大好きだから、はい、これ五郎さんがやると大変ですよ、はい、Can You Celebrate Can You Kiss Me Tonight WeLong, long, a long time 二人きりはやだね。完全に持ち歌になってましたね。いいんですけど、なんかもう世界観が変わっちゃうんですよ、ね、はいはいはい。なんで、ね、これね、中止になった26日のライブがあるんですけど、はい、ここでやれてよかったです。よかったです。生配信ですからね。生配信でやる予定だったんですけどね。やる予定だったんですけど、やれてよかったですよ、けんちゃんライブ。はい。ね、はい、なんか他にいいですか。いいんですか。いいですか。はい、逆にじゃあ、はい、せっかく五郎さんやったんで、はい、もう本当に元気な頃にですね、はい、生前本当に、よくしていただいた、はい、御三家の西城秀樹さん、おね、その中でも、はい、名曲中の名曲、ブルースカイブルーという曲をですね、うん、これも私普段のショーでもやってないですし、はい、はい、これ初披露なんですけど、はい、これをちょっと真面目にお送りしてみたいと思います。はい、いいですか。よろしくお願いします。それでは最上位できた、はい、ブルースカイブルーどうぞ。あの人の指に絡んでいた
ゴールドの指輪を引き抜き、この僕と共に歩いてと無茶を言ったあの日、恐れなどまるで感じないで、この萩で愛と信じた、この僕と共に歩いてと無茶を言ったあの日、振り向けば刃元木の目に染みる空の青さをも悲しみの旅立ちにまぶしすぎた空悲しみの旅立ちにまぶしすぎた空思い出した。よかったらご一緒に、うららら、ら首で結構です、ら君はあまりにも大きい、青空よ遠い人に伝えてかよならと、フッキーさんのマジ歌反響がすごいです。はい、してますか。はい、はい、フッキーさん、フッキーさん素敵、ブルースカイブルー大好きです。あら、え、もしかしたらこれ口パクですかっていうコメントも入ってますね。おお、あれ、あれ、声が一緒だよ。いや一緒ですか。一緒です。一緒です。出てるんじゃないですか。出てます、ね、出てます。はい、はい、いや、あ、良かったですね。やっぱ来てますね。素晴らしいですね。はい、まあ、我々もね、お世話になっている、はい、福島のいわきで、はい、事前、活動、うん、いろんなボランティアとかや、はい、されている方で、まあ、マスクをかぶったね、本当にいい方がいまして、いろいろ北海道だ、神戸の震災だ、もちろん東北の震災とかでもね、うん、いろいろ活動されている方がいらっしゃって、その人の応援歌を、自粛期間中に作りまして、まあ、そして今のこのコロナ禍にぴったりの曲をと思いまして、私作詞作曲、そして歌の方も担当させていただく曲が昨年ちょっと発売になりまして、はい、それをこれも本邦初公開でちょっと最後に歌わさせていただいてもよろしいですか。いいですね、はい、ありがとうございます。こう見えても私歌詞でございますので一つお願いしたいと思います。はい、それではタイトルがですね、タイトルは正義仮面アックンマンです。それではお願いします。Let's go マスクマ、 Let's fighting マスクマ、 正義の仮面アク、 大地と海の叫び聞こえるぜ、 誰かが俺を呼んでるぜ、
やてのように現れて、はやぶさのように去ってゆく。一つの雪が明日を陰える、一つの光がみんなの希望、愛するいわきを守るため。オラハマちゃん、倒れてもくじけても踏ん張れ、舵を取れ、明日は必ず日は昇る、空を見上げて、喜びと悲しみを乗り越え前進む、明日は必ず笑えるさ、立ち上がれ、がれ、あーくん、あっくんなんだ、レッツゴーマスクマ、レッファイティングマスクマ、正義の仮面、アク正体を隠した謎の仮面の男、いわきの平和を守るため、いわきの子供を守るため、どんな困難にも立ち向かう、それが正義仮面アクマンだ。一つの勇気が明日を変える、一つの光がみんなの希望、愛するいわきを守るため、カメカメキン、倒れてもくじけても踏ん張れ、舵を取れ、明日は必ず日は昇る、空を見上げて、喜びと悲しみを乗り越え前進む、明日は必ず笑えるさ、立ち上がれ、がれ、あーくん、あくんもば、レッツゴーマスクマ、レッツファイティングマスクマ、正義の仮面アク。いいですね、いいですね。いや、ありがとうございます、はい、もう額から ねほとばしる汗が、汗が、ありがとうございます、声援、はい、がね、ちょっとありがとう。ダンスがね、トシちゃんかなと思って、抱きしめてトゥナイトをなんか歌ってるような感じ。最後に一度だけ唇上がってませんね、足が、はい、ちょっとね、自粛期間中にね、剣痛めちゃってね。あ、そうですね。どうも、剣ですね。剣です、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ね、武田鉄矢さん、どうですか、今日は。いやね、はい、今日のこのライブ、タイトルがムツゴロウと愉快な仲間たちだっけ。違う、これはなんだ、動物か、お前。ケンちゃんライブか。ケンちゃんライブです、はい、いや、よかったと思うよ。ありがとうございます。これはね、やっぱりもう一回ぐらいやった方がいいよ。そうですね、一言言ってやる、はい、おふくろ、もう一回。まあこんなのあると思ってたよ、俺も。こういうのね、皆さんの拍手とか待ってちゃダメだよ。ダメですよ、進まないとパッパッパって ね、はい、そのまま猪木に言ってやる。はい、拍手待たないようにね。お願いします。あ、そうそう、もう今もう終わったんだけど、はい、この位置の方が安心するんだ。安心します。ロマンド吹き、俺立ち位置こっちだから、ね、なんか僕も見てて嫌だなと思ったね。そうでしょ、はい、うん、はい、もう、ね、終わりで申し訳ないんですけど、でこの位置からね、はい、じゃあそれじゃ あの退場します。はい、はい、ありがとうございます。柳沢慎吾さんでした。いやー、いい夢見させてもらったよ。あばよ。あふっきーさんでした。ありがとうございました。いや、素晴らしいですね。ねえ。どうしたって消せない夢も止まれない暇も誰かのために強くなれ。